も見えるかも、ここぐらいでも見える。今日なんか無意識でなんか近くなっちゃいます。なんでだろう。コンタクトなしのが好きね。近いからね。先ほどの七並べありがとうございます。お、ありがとうございました。そう、七並べしてました。4連休ね。4連休が終わっちゃう。でもあんまり4連休感なかったかも。私はなんかいつもの日って感じでした。でも初日、4連休の初日はチャートリで、そう、チャートリで行くドライブインライブで、次の日何してたっけな、あれ何してたっけ、あ、次の日休みだ。チャートリーやって次の日お休みで、で昨日お仕事で今日もお仕事。そんな感じな4連休でした。うん、そうね。あ、ね、ドライブインライブの VR の発売がね、あるので皆さんぜひ、うん、いつだっけ、8月14日だったっけな、なんかね、ライブ映像だけじゃなくて、その VR 用に特別映像みたいなのも撮影したので、ぜひぜひぜひ、いろいろコンテンツ増えたね。本当ですね。でも本当に会えなくなっちゃって寂しいですけど、でもちょっとずつね、コンテンツも増えてきて、うん、VR ってすごいですよね。だってどこを見てもぐるぐる自分がその場にいるみたいになりますよね。うん、バーチャルリアリティ、確かにリアリティ、リアル、うん。皆さんぜひそちらも VR のマリカでやったことあります。あ、面白い。確かにマリカって車ですもんね。車酔い。ちゅーちゃんマリカーやるの？とね、DS でカセッ
ントは持ってなかったけど、いとことかが持っとって、で一緒に対戦した記憶はあるのと、あとスイッチで、これもまた誰かにカセット借りて、ミチェだったっけな、確かミチに借りてやったことあります。一回デコ隊の待ち時間にやりましたね、ふーちゃんとやりました。あんまりゲームするイメージないね。本当にないです。なんかね、前にアンケートみたいなので、いろんなアンケートの中にゲームの内容のもちょっと入ってて、でも七並べしか書けなかった。スマホのゲームもしてない、してないですね。七並べしか。人生という名のゲーム、かっこいい。人生という名のゲーム、それは真っ最中ですね。でもゲームはしてないですけど、携帯見てる時間は超長いです。動画、YouTube とか見るかな。そう。最近映画見てない。映画、何見たっけ、一番最近。あ、見てないかも、最近映画。でも録画してるのが何個かあって、それを見たい。でも映画は一気に見たいんですよ。2時間とかじゃないですか。一気に見たいけど、2時間テレビを見るっていう時がなくて、私がテレビ見るの大体お風呂上がり1時間ぐらい、足のマッサージとか歯磨きとかをしながら見るんですよ、1時間番組を録画しとった。で、それは見るけど、2時間見るってことがないから、最近あんま見れてないですね。今日からのドラマは見ない？今日から何、なんかドラマ始まってますか？そう、1時間、そうだから、その時間にドラマとか見る。
リモートで殺人みたいなやつ リモートなんだっけ、前田敦子さんが出てるやつですよね、あれ今日からだっけ。あれはなんか今日だけか、スペシャルドラマ。そう、アナ版好き、私面白かったけど、なんかその時はちょっと怖いのいけたんですけど、最近ちょっとなんか怖いのの気分じゃないので、そう見ようか悩んでた。怖いのいけない気分、そう なんか時期によって変わります、怖いのいける時期と。なんか違うなーって好き、今は怖いのとかよりは面白いのとか、そういう系が気分。今日は涼しいですもんね。涼しい。なんか昨日も今日も涼しいし、ちょっと前まで寝るとき暑くて布団をあるけど避けて布団かぶらず寝てたんですけど、最近昨日と今日は久しぶりに布団かけて寝ました。そう、湿気がなくなると涼しい、確かに確かにそういうことか。寝るときは扇風機つけて寝てるの。なんかそれこそちょっと前はつけてたけど、タイマーして、昨日今日とかはつけなかった、寒かったですね。今日幽霊の日ね、なんで幽霊、なんで今日は幽霊の日なんですかね。初めて幽霊が目撃された日とか、ね、なんでなんだろう。不思議な記念日たくさんあるよね。ギフトも怖い気ある。嘘。あ、本当だ。後ろ見てって。ギフトがある。ありがとうございます。そっか、後ろ見てって、お化けってことか。すごい、最近ショールームのさ、ギフトがどん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 その
期間によってさ新しいのとか出とるけん面白い。後ろ見てて怖いよね。うん。でもなんかさ配信しとる人って大体壁の近くで配信しよるけんさ後ろ見てってしかも映ってるから画面に日頃の普通にある時に後ろ見てって言われたら怖いけど配信中は怖くないですねそういつもだったら怖いね。そう。すごいギャーってやつもある。ギャー。シャシャ全く霊感なさそう。ないですね霊感は。ないですな。ちょうちゃん綺麗や。嬉しい。すごいこれも初めて見た。モテ王。すごいなんかアイスの名前みたい。ありますよね。アイスでさなんちゃら王。モナ王なんだっけ。モナ王か一文字違いモテ王って前からあります。前からあったんだ。えどういうどういう時の活躍するスタンプなんですかね。スタンプじゃないプレゼントなんですかね。あ、なんかイベントをやってるのか。なるほどなるほど。モナ王モナ王ちょうちゃんもモテよ。ほんまに。超毎日更新してますね。モテよ。毎日は更新してないか。でも年々更新してます。うん、お、今日誕生日ひまわりいちごさん誕生日おめでとうございます。おめでとう。すごいいいですねひまわりいちごさんって名前。なんか好きなものとをくっつけたって感じが伝わる私なんだろう好きなものくっつけたら。今好きなのは今おからパンにめっちゃハマってて
そう、毎日絶対食べてるの、おからパン。おからパンにきな粉とかのせて、と蜂蜜とかのせて食べるのにめっちゃハマってるから、今はおからパン納豆 納豆はもうめっちゃ好きだから。そう、でももずくとかも好き、なんか好きというか毎日食べる、普通に好きだから毎日食べてるんですけど、本当に好きなものはラーメンとかもつ鍋とかですね。でもそういうのって毎日食べたいわけではないじゃないですか。なんかラーメンとかもつ鍋とか好きだけど毎日食べたいってわけではなくて、でもきな粉とかおからパンとか納豆とかは好きだし毎日食べたいものって感じ。だから難しいよね、なんかさ、好きな食べ物なんですかって聞かれたら2種類ある。毎日食べたいというか毎日食べてる好きなものと、たまに食べたい好きなもの。もずくは髪の毛にいいよ。そうなんだ、だ確かに海藻ですもんね。今久しぶりに食べたいものあります。なんだろう、なんだろうな、でも最近甘い系よりかはなんかご飯系を食べたくなります。なんだろう、久しぶりに食べたいもの、でもラーメン当分食べてないですね。ラーメン食べたいな。そう、あ、アナゴ食べたい。今うなぎってコメントで思い出しました。アナゴ食べたい。アナゴ全然食べてないな。アナゴ食べたいな。めっちゃアナゴ食べたくなってきた。アナゴ。寿司屋さん行ってないですね、当分。本当に行ってないですね。最後に行ったのは雪が降ってる時にふーちゃんと行ったんですよ。そん時かな、多分。あ、その後も行ったかな、ちょっと覚えてないですね。でもその日2人でお寿司行こうって話してて、そう、すごいね、その行こうって話してた場所からお寿司屋さんまでの間が歩いて行ける距離だったんですけど、もう雪がすごくて、本当にすごくて、すっごい寒かったから、ちょっとリッチにタクシー
で行きました。でも近いからこそ使えます。遠かったら使えないけど。そういえばマリーノの生誕で昼に2人で焼肉行ったって言ってたね。ああ行きました。なんかその日は午前中に撮影があって、で合間があって公演だったんですよ、夜が。でその合間の時間にスタッフさんが焼肉ランチに連れて行ってくださって、2月1月か2月1月ですね、確か。そう、美味しかったな。焼肉のランチはお得感ありますね。うん、なんか焼肉あまりランチで行ったことなかったんですけど、それこそ最近、超最近ふーちゃんとランチ行って、焼肉ランチってめっちゃいいなって思いました。そう、うん、どういうこと？面白い。そう、ランチ美味しかったな。一人焼肉もいい。そう、この前ふーちゃんと行ったところが結構一人焼肉も全然行ける感じの雰囲気のお店で、一人焼肉してる方結構いらっしゃって、その時チョウもまたいつか機会があったら一人焼肉しようって思いました。ランチ、レポよろしく。任せてください。わかめスープ飲みたいわ。わかめスープ。今日は焼肉屋さん行くと卵スープ飲むことが多いかな。なんか辛いスープみたいな。締めに冷麺食べるの。冷麺は食べないですね、あんまり。どちらかというとビビンバとかそういう系の方が食べるかも。もし締め食べるってなったら。そうね。よいしょ。
あ、長袖ですよ。でも今超適温。そんなに涼しいのね。本当に涼しい。今日何度？見えない。今部屋の温度が26.2度って出てる。今日多分なんだっけ、湿気が全然ないから、湿度が全然ないから、本当に暑くない。雨広島降ってないんですよ今。なんか今にも降りそうな天気がずっと続いてるって感じ、お昼から。そう、今日降りそうで降らない日でしたね。インスタインにしときました。ありがとうございます。そう、さっき夜にインスタ投稿したので、ぜひ見てください。いいねとコメントよろしくお願いします。まだ載せてない写真あります？もうちょっとあります。今日の写真めっちゃ良かった。ほんまに？嬉しい。そう、今日のお昼ご飯、そう、お昼ご飯美味しかった。メールで送りました。鶏のね、なんだっけ、山賊焼きって書いてあった。美味しかった。大きい焼き鳥みたい。でもそうですよね、鶏を焼いてるから焼き鳥ですよね。なんか久しぶりにちょうちゃん見たかも。お久しぶりー。そう、美味しかった。
ゆで卵も食べた。私ゆで卵食べれなくて、ね、食べれませんでした。でも最近成長したなって思うんですけど、温泉卵をね食べれるようになったんですよ。温泉卵、そう、温泉卵はあのね、コウコちゃんとご飯行った時にシーザーサラダを食べて、それについてて、それももう普通に食べれたんですよ。とか何かなんか大体上についてるじゃないですか。あと MV 撮影の時のお弁当に半熟系の目玉焼きが乗ってて、それはね食べれました。そう、でもね、たまに食べれない目玉焼きもあるんですよね。でも徐々に食べれるようになってる。なんか好き嫌いが減りました、徐々に。そう、過ごしていくにつれて。そう、固めのやつがあかんのか。あ、でも多分そうですね、固めのがいかんです。大人の味覚、そうなんかも。え、大人になりました。イエーイ。ゆで卵が硬い方が好きです。じゃあ揚げますね。そう、そう、魚もね好きでね、最近食べますよ。すごい、さっきからさ、なんですかその報告は。おきちゃんが配信、お風呂で配信してる、面白いんですけど、報告はいりません。そう、どういう報告。電車バトさんがいっぱいいます。見に行っていいかね、それ見に行きたくなりますよね。なんかパワーワードの詰め合わせ。多分言ってないけど、見に、私のコメント欄で電車バトさんがいっぱいいるから、それで気になって、多分9割ぐらいの人は見に行ったんじゃない。私でも見に行きたいもん。
多数派の投票。面白い。コンプラ違反してませんでしたか？セーフでした？残念ながらセーフ。そうか。ちょうちゃんも水を張ってない湯船で配信してましたよね。そうです。結構してますね。ホテルの遠征中とかは多いかもね。すでに懐かしい。本当ですね。本当にもうどのぐらいね、してないだろう。今までで一番印象に残る配信場所は？どこだろう？なんだろうな。配信場所？タクシーかも。5時ぐらいに移動中にタクシーから1回やって、それはすごい一番毎日アイドル続けれるかどうかのピンチの日だったので、今までで一番その日が。だからそう、思い出が強いかな。運転手さんになんて言ったの？ その時マネージャーさんがいらっしゃったので、そう説明してくださって、そうなんですよ。もうすぐ毎日配信しやん、200日ねなあ。すごい、1200日ってなんか想像つかない。1200日がどのぐらいなのか。
1200日目は何日だ？何日だろう？何日後？今日何日だっけ？毎日アイドル1196だったっけ？97？あと4日か。あと4日ってことは、7月 30？ あ、そうですね、7月30、31？ どっちだっけの、どっちか、まあどっちか。30か。1200日、皆さんいつも見てくださってありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いします。結婚かな。確かに末永く。まだまだ続けていくんですね。そうですね、なんか意図的にやめることはないかな。応援してますぜ。ありがとうございます。悔いのない応援するからね。そういう言葉はすごく嬉しいです。私も悔いのないアイドル活動をします。確かに、もし卒業するまで続けられたら何日になるんだろう。ねえ、分かんないね。そしたらさ、すごくないですか。私配信できるようになってからずっとやるってるんですけど、今までこれからも卒業するまで続けるってなったら、毎日、まあ、全部の日見て、もう全ての日を
全部の配信をコンプしていらっしゃる方はなかなかいらっしゃらないと思うけど、だから毎日アイドルになってからね、話してるってすごいよね。そう、アイドルになってからの毎日を、私なんかすごくないですか？なんて言ったらいいんだろう。アイドルになってからアイドルを終わるまでのその期間ずっとなんか一つの物語みたいですよね。なんか頭に浮かんでることがなんか言葉にするのが難しくて今もどかしい。ブルーレイ何枚になるだろう。確かに。そう、なんか日記みたいな感じ。確かに分かる。その表現超分かる。ちょうちゃんのドキュメンタリー番組してほしい。え、してほしい。してほしい、超のドキュメンタリー番組。いいね。なんかそれ前おきちゃんのラジオに呼んでいただいた時におきちゃんがなんかそういう感じのことを言ってくれてて、そう嬉しかった。ちゃんとところどころに山ある。すごい監督みたいな人がいる。チャ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 。ノンフィクション、うん、あ、ありますよね、そういう番組、ノンフィクションみたいな。なんかアメトークで見ました、ノンフィクション芸人みたいなのがあって、アメトークで。プロフェッショナル、仕事の流儀じゃない、あ、僕らは位置についてみたいな、横一列にスタート切った、つまずいてもドゥ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 
ずっと探してたのに、ずっと探していたリボンの自分。なんかね、高校のレポートでそういう番組を見てレポート書くっていうのがあって、それであのチャ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 ラの番組いっぱい見ました。そう、情熱大陸出てこなかった今番組名。そう、情熱大陸いっぱい見ました。結構3年間で30本ぐらい見ましたね。でもな、どなたの見たかとかはあんまり覚えてない。図工なんかその課題をするときはいつもめっちゃその課題ためちゃうんですよね。その課題に限ったことじゃないんですけど、うん、だから一気に見るんですよね、10本ぐらい1日2日で10本ぐらい見るんですよ。見ました、3年生の時も。移動中とか、だから、短期集中型さ課題はね、短期集中じゃダメでしょって感じですけど、結構私何事も短期集中型ですね。ちょーちゃん一気見多いよね。ちょーめっちゃ一気見しますね。ドラマとか1日2日で見終わります。お休みの日だったら、お休みの日でハマったら。漫画とかも結構十何巻のとかだったら一日で読む。キングダムの一気見はすごすぎる。そう、あれは本当に自分でもすごいなって思います。キングダムの漫画を見始めた時はお風呂8時ぐらいにお風呂に浸かったのに、気づいたら夜の2時になってたんですよ湯船で。ずっと肩まで浸かっとくのは無理だけど足だけ浸かっとくとか。そう、やばいよねお湯冷めなかった？いや、もう冷めます全然めっちゃ、でもめっちゃ冷めるからすごい寒いんですけど、でももう動けないんですよね。寒いから出たら余計寒そうだから出たくないし、
でもお湯をなんか待たせばいいじゃんって感じなんですけど、なんか漫画に集中してるから途中で動きたくなくて、1巻終わってから足すとか、そんな感じ。私本当にハマったらそればっかりになる人ですね。食事も何もかも。冷めたらどうなるの？短期集中型だからすごいピークがめっちゃ集中してるんですよ。めっちゃそれだけって感じなんですけど、でもピーク過ぎても冷めても普通に好きって感じ、普通の人の好きに戻るって感じ。だから全然好きです。鬼滅は全部読んだ。全部読みました。あ、最後の一巻だけ読んでないかな。最後の一巻が出るまでにハマって読んで、あと2巻ある。じゃああと2巻 そんな感じやな。生写真ね。そう、浴衣の生写真が発売されていますので、皆さんぜひお願いします。もう完売してるの？すごい。生写真ってランダムじゃないの？そうだよね。ランダムで生写真すごいですね。だいたい初日に完売する。じゃあもっと作ったらいいのにね ね
普通のことをめっちゃ覚えていた。確かに。みんな思ってるか。総長お団子、ハーフアッパーお団子。チョコの生写真は全部チョウチョの髪だった。確かにね。全部私でしたね、そういえば。またソロ公演、ソロコンサートかしたいな。ずっと探していた。ショートケーキのいちごは最後に食べる？いや、真ん中ぐらい。なんていうか、ショートケーキはこうあって、いちごが上に置いてあるじゃないですか。だから最初この先っぽの方を食べて、でいちごの方ぐらいまで食べたら、いちごを食べて、その後いちごの下食べる。でもなんかそうじゃないですか。それか一番最初に食べるとかじゃない？一番最後だとさ、いちごを置かなきゃいけないじゃないですか。だからなんか何気にね、王道な食べ方な気がする。まあ人それぞれですね。しょうちゃんチーズケーキが似合いそう。あ、好き。コストコのチーズケーキ大好き。なんか大好きすぎてそれしか食べないとかありました。 去年の夏とか一昨年かな、暑い時期に冷凍してて、そのチーズケーキ1日すごい、その大きいワンホールのコストコのチーズケーキなんですけど、それを8個ぐらいに切って、そう1日2個ぐらいそれだけ食べて 過ごす日とかありました。今考えたら超不健康。1日2個はなかなかの量だね。あ、違いますよ。ワンホールを8個に切った。8個じゃないな。8個じゃないですね。そしたらワンホールの4分の1食べてるってことですもんね。いや、8個じゃないですね。
まあそれはそんないいか。12個ぐらい、じゃあ、あ、16個かな。ワンホールってどんくらい切るんです？2切れ、こんぐらい、こんぐらいの2切れでした。16分の1とかですかね。できた。ああ、でもその時はね、懐かしいな。お腹空いてきたの。本当ですね、お腹空いてきます。最近ケーキ食べた？ケーキ食べてないですね。ケーキってなんかなかなか食べないですよね、普段。アイスは？アイスはもういつ食べたか覚えてないですね。生誕祭の日は、生誕の日はもうケーキ食べれないケーキになっちゃったので、 STA のやつがだから食べないですね。え、みんなは、え？あれ食べれないケーキですよ。え、でもどう見ても食べれないケーキですよね。そう。そう、船の前は食べれるやつでした。気づかなかった。嘘？え？本当に？それだ、集中して見てないんですよ。ケーキのシーン。だって、え、あんなリモコンでやってるやん。あ、リモコンでやってるやんとか言って。そう。でも確かにパッと見は普通のケーキですもんね。生誕祭でケーキ食べてる写真見るの好きだった。わかる、生誕祭の時ね、プレート持ってる生誕祭のメンバーとかかわいい。撮影タイムが始まる。メンバーの中
AKB で誕生日祝っててもらってたことあったよね。あれですかね、AKB 賞さんの最後の収録に STU なんかいろんなグループも呼んでいただいて、その時に果物の盛り合わせみたいなの、誕生日近くて、その時3日5日後くらいで、そうお祝いしていただきました。嬉しかった。いや、あれはケーキじゃなくて普通に果物の盛り合わせですね。昨日ちょうど AKB 賞の話になりました。みんなとこの曲を披露した時はいつだっけみたいな、この曲やった時のにシャボン玉があったんだっけみたいな話になりました。みんなで、そう懐かしい話してました。うん、ねえ、あれがフルバージョンでね、見てもらえるあれだったからね、寂しいですね、なくなっちゃった。コントも楽しかった。そう、私コント出たことないんですよね、多分、確か出てみたいなって思ったまま出れずに終わっちゃいました。そうは、何披露したっけ、風を待つ夢時から思い出せてよかったペダルと車輪と来た道と、暗闇瀬戸内の会はやったのかな、でも私は多分出てないかな、の5曲5回ぐらいかな、 STU の私が出させていただいた。私の声、ちょうちゃんいなかった。そうですよね。最強ツインテールなかった気がする。ないですね。じゃあ多分 STU の以外で出たことないですね。
そう、多分風を待つが最後でしたね。STU として出させていただいたのが。あの日は「うたコン」さんに出させていただくときに、一日に「うたコン」さんと AKB 賞さんの収録があって、すごいバタバタしてたの覚えてます。うたコンさんのリハやって AKB 賞さんやってうたコンさんの本番みたいな。あわあわしてた。ということで、じゃあそろそろ終わりたいと思います。ランキングのお礼をしていきます。20位、だるま総統さん。19位、しんやさん。18位、よしまるさん。17位、カピフィーさん。16位、風神雷神さん。15位、ジムジムさん。14位、のぞみ。おお、変わった。じゃあ14位の方まで読んでいきます。9代さん、ドーグラスさん。エリオルマルさん。大木奈々さん。カピフィーさん。ゆぴぞうさん。もや太郎さん。ありがとうございます。ありがとう。13位ちむちむさん。12位永井さん。11位北江さん。10位よすいえさん。9位だるま総統さん。8位しんやさん。7位ととみちさん。ラッキーセブン。6位よしまるさん。5位みっくさん。4位よさなこさん。3位天下会さん。3位2のぞみ4号さん。2。そしてそして第1位は、第1位は、スイングスピリットさん。イエーイ、イエイ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 、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイイエイ、ありがとうございます。ありがとう。ね、皆さんも今日は見に来てくださってありがとうございました。ありがとうね。今日は1時間見え何分21分7分か、1時間半、あ、1時間半、うん、合ってるか、1時間半ぐらい配信してましたね。ありがとうございました皆さん。うん、ありがとう。インスタグラムとツイッターとショールームのフォローよろしくお願いします。この後ツイートします。告知のツイートするのでぜひ見てください。ということで、じゃあ終わりたいと思います。3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。おやすみと。